手賀沼ディズニーランドの計画図1月1日付、広報、アビコ掲載手賀沼ディズニーランドは、千葉県北部の手賀沼周辺で開発が計画されていたレジャーランドである。高度経済成長期の1959年に構想が持ち上がり、開発会社も設立されたが、実際にディズニーパークや遊園地が建設されることはなかった。 手賀沼藩は風光明媚な場所として明治から大正にかけて多くの文化人が居宅や別荘を構え景観保護運動を展開したそうした潮流の一つに手賀沼ディズニーランド計画が位置づけられるこの計画で建設予定だったディズニーランドはいわゆる遊園地のみならずスポーツ施設や健康ランドヘリポートなどを含む複合施設であった 1959年の手が沼観光株式会社の設立発起人会に橋を発し土地の買収や埋め立ての実行などの動きが見られたが、1968年4月の千葉県議会土木常任委員会にて埋め立て地の宅地転用が決まり、手が沼にディズニーランド級の大型観光地を作る計画は幻となった。手が沼は1935年に 千葉県発の県立公園に指定されるとともに、東京緑地計画協議会から、経営地の指定を受け、東京近郊の行楽地としての発展が戦前から、期待されていた。しかし、太平洋戦争により目立った動きはなく、戦後も協定上誘致や1964年、東京オリンピックボート協議会場招致が議論、されては消えていった。協定上有地計画では、 住民の反発の末に開発会社が遊園地建設に切り替え、手賀沼の交友水面埋め立て免許を取得したものの、その後の動きは止まってしまった。そうした中、東京オリンピック会場招致と並行して、後楽園、スタジアム社長の真鍋八千代らが1959年9月に、手賀沼観光株式会社の設立発起人会を開き、後楽園、上野動物園、 船橋ヘルスセンターを合わせたような大型の遊園地を手賀沼藩に建設することが発表されたのである。手賀沼観光の遊園地建設表明により、先にこういう水面埋め立て許可を得ていた千葉観光の遊園地計画と競合することになった。この問題は自民党幹事長の川島正二郎の取り計らいで、手賀沼観光への権利譲渡で解決し、 東京オリンピック会場招致が失敗すると招致運動を行っていた柏市、東葛飾郡小南村、同郡阿鼻子町の市長と手が沼観光発起人との間で1959年12月に懇談が持たれ、翌年の1960年には柏市役所で発起人代表が事業構想の説明を行った。その際の説明では、 ロサンゼルス郊外のディズニーランドの規模を参考として事業を進めるとされ、1960年4月22日に手賀沼観光は全日本観光開発株式会社の社名で正式な会社として発足した。会長には東京都知事を経験した安井誠一郎、社長には東京都競馬会長の米本宇吉が就任、以下京成電鉄、東武鉄道、 高楽園、丸善土地、日本炭鉱などの会長や社長が取締役に就任したことで、地元では開発への期待が高まった。会社発足の4日後の1960年4月26日には、いち早く、阿弥子町大議会が満場一致で、全日本観光開発株式会社設立に伴う、誘致協力に関する決議を採択、湘南村でも、遊園地誘致を受け入れた。 その一方で、最も乗り気であった柏市では、地主の協力が得られなかったため、次第に開発計画から離れていった。受け入れを決めた阿鼻子町では、1961年1月1日付の広報、阿鼻子で2ページの特集を組んで、遊園地計画を町民に伝えた。全日本観光開発は、千葉観光から譲り受けした1万2千坪の埋め立て免許に加え、 1961年12月に5万8000坪の追加免許を取得し、1962年8月には、手賀沼公園で、遊園地の寄港式を挙行するなど、順調に計画を進めていった。農地法の規制によって、直接買収ができない農地は、千葉県土地開発公社が買い上げたものを1年後に、転売してもらう形で、1962年11月に、 約2万2000坪取得した。当時の千葉日報の報道によれば、阿孫子町川の水面を約7万坪埋め立て、湘南村川の山林を約10万坪切り開いて、遊園地を整備し、第1期と第2期に分けて工事を行う予定であった。また、完成は東京オリンピック開催に間に合わせる予定であった。順調に進んでいるかに見えた計画は、 1963年に埋め立て地が分譲住宅地になる他社への転売が計画されている計画変更によって重役が交代したといった噂が飛び交うようになり同年6月に全日本観光開発に対して阿鼻子町湘南村の市長が要望書を提出するに至った全日本観光開発は噂の真相については応答せず1963年10月頃に 船橋ヘルスセンターなどを運営していた、朝日土地工業が全日本観光開発の45%の株式を取得して、同社社長の丹沢善理が全日本観光開発の社長に就任した。その後も全日本観光開発は埋め立てを続けたが、同社に対する疑いの目は向けられ続け、1965年8月、全日本観光開発は文書で計画中止を表明した。 計画中止の理由は、手賀沼の汚染と会社の財務悪化であった。計画中止の件は、国会や千葉県議会でも、審議の対象となり、こういう水面埋め立て法と、農地法に違反するのではないかという問題が、参議院で手賀沼が、遊園地建設に適さないほど汚染が、進んでいるのかという問題が、県議会で、それぞれ1965年から1966年に、 かけて議論された。県議会では、千葉県知事の友野を竹人が、遊園地を作らせるように指導すると答弁した。一方で、住宅地に転用された場合についても議論がされて、いたが、結局1968年4月の県議会土木、常任委員会にて、宅地造成は、やむを得ないとの結論が出された。そして全日本観光開発の所有する土地は、安彦町への寄付。 千葉県日本辞所三金不動産への売却によって放出され、1968年10月に阿鼻子分譲地として分譲が始まった。この分譲地は1964年3月の阿鼻子町議会で埋め立て地を大技若松とすることが決まっていたので、住所は若松となった。また、埋め立て地の東端には、1970年に、 千葉県立阿美子高等学校が開校した。2012年、柏市郷土資料展示室にて手が沼館宅市に関する展示が行われ、その目玉として手が沼ディズニーランドに関する資料が初めて公開された。開発計画を報じる当時の新聞記事や、開発会社による事業計画書、設計図などが展示された。 計画中止から15年後である1983年4月15日に、前述の計画に参画していた、京成電鉄と朝日土地工業に加え、三井不動産の3社による合弁会社、オリエンタルランドが、千葉県浦安市、舞浜地区に東京ディズニーランドを開園させた。東京ディズニーランドの建設地候補には、アびコシも上がったが、結局実現しなかった。 手が沼ディズニーランド計画では、大きく分けて5つのブロックを設け、その他東京都と結ぶ、ヘリポート、駐車場、ガソリンスタンド、温泉現施設、遊歩道などを整備する予定であった。ありがとうございます。